はい、ということで、なんと今緊急で動画を回しておりまして、今日はですね、今あの車田に瀬名君が来るんですけど、この後とある場所に突撃しに行きたいと思います。でちょっともう時間がねなくて待っているのでね、ちょっとあの肩にね突撃しに行きたいと思いますので、とりあえず行きましょうか。行こうか。これで分かっちゃっちゃうよ。ん、これで分かるよ。うん、これしもうもうどこか分かるよ。じゃあ行こうか。行きましょう。はい。到着。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。あ、もう撮影してる。あ、もう一撮影です。もう問題かけなきゃいけないんだよ。彼も今練習終わりで一緒に全部一緒に洗えるっていう。え、髪もそんなのあるんですね。で、なんかボディーソープで髪洗うとパサつきやすいじゃん、うん、それを対決したものだから一回試してみて。いいですか、これ1本で全部いけちゃうんで。はい、じゃあ1本で全部いけちゃう。全身で。さてさて、これでどうなるか。でも今、好評なんでしょ。大好評ですね。どのくらい売れてるの。個数で言うと4000個、この1ヶ月、3週間ぐらいに4000個ぐらい売れる。すごい事業じゃない。ミスタースティックと大違いじゃない。あ、はい、はい、お願いします。ありがとうございます、お願いします。これを機にね、感動が良ければ、格闘技ジム、オフラインジムとか連絡いただけたら。なんかあるの。あ、はい、あります。概要欄で。ホテル、格闘技ジム、はい、あとプールとかね、風呂系、そっちの周り、あの全般、お期待方がいたら、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ミクルさん。自体は、なんていうチャンネルでやってるんですか。ナチュラルヒーローっていうチャンネルで、でもちょっと今、改名をしようかな。聞いただけでやる。本当のダサさを、ダサいのに誇りを持とうっていう。はい、YouTube 自体は何？そうですね、めっちゃバズってるわけじゃないんですけど、登録者が今2万、3万にいかないぐらいで、でも再生数は平均的に1万から1万、2万ぐらいを取れてるみたいな。そんな感じなんだ。まあ、YouTube も伸ばしてた方がいいからね。僕今一個相談にやったんですけど、今はなんか普通に、まあ、ちょっとエンタメも企画を混ぜつつ月20本ぐらい上げてるんですけど。20本？はい、僕が25本ぐらいを上げて。でただ1月から完全になんかヒカルさんの案でもあったんですけど、ビジネスもっと絡めてくれたらいいんで、もうドキュメンタリーの方向にも変えちゃおうかなと思ってるんですけど。東京にね、刺激のノアさんとか、うん、あのちょっと翔平さんが今ポストとか、うん、あっち側に変えようかなと思って、うん、じゃあそのタイトルを自分たちやっていくと、それが実はもうリアリティショーを僕ら作っちゃったんですよ、うん、でそれが一応1月に放送されるんですけど、その内容が僕ら今もう新メンバーを8月に募集して100名ぐらい募集したんです。そこからもオーディションをやって7人まで絞って、その7人を5日間共同生活して、このタイトルみたいにミッションを与えて1人まで絞っていったんですよね。それをリアクション作って1月に放送する。オーディションに受かるまで、あ、オーディション共同生活、このタイトルみたいな、その収録も終わってみませんでした。見てた、してた、新メンバーの形がしました。誰が編集したの。で僕と瀬名君が絶対自分たちの都合いい選手、あの編集になっちゃう。違う瀬名君と松葉君の良さって、他人が編集するから面白いわけよ。この二人がね、自分でいいように編集してたら、ただの自己満動画の2期自己満2期になっちゃうから皆さん全部使ってます。もう自分たちの汚い発言全部使ってます。汚い発言とかじゃなくて、自分が超変な写りになるヤダ君、僕、1個ミクルさんにマジで伝えたかったことがあって、番組中もずっとミクルさんアンチとか嫌いなんじゃないかみたいなちょっと言われてたんですけど、ヤダ君が俺のことを、そう、そうやって言われてたんですけど、僕マジで、あのブレイキングダウンもそうですけど、ミクルさんの試合とかもペーパービューとかで本当に全部ちゃんと見てるんですよ。で、しかも超一喜一憂するというか、ミクルさん勝った時は多分ミクルさんより喜んでるぐらい本当に喜んで、
もし負けただけ本当にもう次の日とか落ち込んで気持ち悪くなってそのまま寝込んでるっていうぐらいずっと応援してました。悪いですけど、ディベート対決なら勝てるって感じ。いえいえ俺結構強い。いやでもマジでみくるさん、なんかその話たまにあるんですよ。みくるさんのスタジオなんかディベート対決してみたいですよね、一回あったじゃないですか。それを見た瞬間に、いや負けるわけないでしょみたいなことを言ってました、彼は。でも、いいじゃないですか。議題次第だな。僕らがもうちょっとみくるさんが絡む価値あるって思えるぐらいになったらぜひ、ね、ドキュメンタリーか、なんか普通に YouTuber 的に伸びる企画もやった方がいいんじゃないですか。俺ね、思うけど日本人の評価されるのの中で一番が海外の人とか外人に受けた時、なんか日本の誇りみたいな感じなんですよ、はいはい、だからスポーツ選手もそうだし、まあ、歌手とかでも海外で評価されたり、お笑い芸人もそうでしょ、はい、海外の人って結構シャンプーとか使わないと多いらしくて、日本に来てる外人の方に対してすごい評価があるっていうのは面白いですよ。例えば街とかで外人プレゼントして、はい、その感想を聞くとか、なるほど、確かに海外って渡す、海外もちょっと考えられてるよね、最初ね。外人さんなんか本当ね、シャンプー使わない人多いらしい。全く使わないんですか？洗わないって。だからそのボディーソープとかでいっちゃう人多いらしい。なるほど。僕も違うあのシャンプーの会社に投資してるから、はい、その人たちが言ってて、これめちゃめちゃいいなと。そのシャンプーの会社投資したなんか理由というか、何が良かったんですか、シャンプー。あのね、なんか、眉っていうのさ、カイコでできたシャンプーで、はいはいはい、すごいなんか良かったんだよ、ツヤツヤになるっていう。全然違うんですか。でもまあこちらも素晴らしい商品ですから。そうです、これはまあシャンプー特化というか、もう全仕込んで、はい、時短ができるという。スポーツ界とすごいよね。格闘技だけじゃなくて、野球、なんでもそうだけど、ちょっとメンズ系の部分に移する、メンズでもなんかそうだ、どっちでもいい感じだね、はい、でもさ、ゴリゴリの男からこれに言ってきたら、なんか、ゲイなんじゃねえ俺たちぐらいからまでがさ、もうゴリゴリのボディビルダーとかでさ、こんなに焼き場してるって、鍛えてる人ほど、全部気にして、匂いとかめっちゃ気にしてるイメージある。あ、それはあるの、ね、ちょっと言ったものだよね。そうです。入ってきました。あ、どうぞどうぞ。これすごいっすね、これ。おぉ、ぶっちゃけ。すごいっすね。あ、すみません。冗談の上だけね。あ、質問のトリートメントなくても、髪の毛逆さまで。で、あの、顔も全然、あの、突っ張らないし、あの。はい。マジで良い。すごい。すごいっすね。匂いどうですか？匂いもめちゃめちゃ良かったっすね。おぉ。どうだったっすね。あ、めっちゃ良かったです。髪の毛も。これテレサっていうもんですか？テレサっていうもん。テレサです。あれ結構本当にいいんですね。はい、めっちゃ良かった。すごい私。格闘技選手とか楽じゃない？そうですね。全部いっちゃうから。負担になってるって感じます。確かにそれはありますね。切り替えなくていいですもんね。その洗顔とか。そうですそうです。トリートメントとか。で、ちなみにヒゲも剃れるんですよ。あ、そうなんですね。それも使える。それ試してなかったんで。はい。いや、すごいっすね。めちゃめちゃいい。こんな買ってきて、何もないです。画期的なものがあるんですけど。そこやり手も、実用化で。すごいですね。ありがとうございます。僕もやり手の。一文字だいぶ変わるな。本当に忖度なく悪いところあればぜひ言っていただきたいです。ないです。なんかね。本当に。ぬめっとした感じだな。あ、でも確かに普通のボディーソープというかはあのとろみが。あ、とろみが。泡立ちもすごい良かった。めっちゃ。嬉しい。あ、いいですか。これ採用。大きい方が税込みで4600円です。これ小さい方が1700円です。あ、なるほど。なんか一緒ですね。なんか一緒です。これだけです。400ミリと100ミリ。1本ちょっと置いとけば。あ、そう結構。大きいのは1個のシャワーに1個で。そう。でめっちゃなんか感じるよね。嬉しい。匂いが。匂いが。使いました。全然サラサラで。でも同じ匂いする。同じ匂いです。同じ匂いです。同じ匂いです。資格動画だね。お。シャワー浴びました。浴びてない。ジムで髪たい。ジムで浴びたり。ちょっと一回こう。シャワー。ありがとうございます。お願いします。シャワーボディってもう一本で全身洗えちゃう。食べるの？あ、もう全部できます。じゃあ。俺です。一緒に。あと、これ、ヘアオイルで、もう持ち運びできるって言って、これも結構売れてて、今在庫切れです。
あ、ぜひちょっと使っていただいていいですか。乾いた髪でいいんですか。大丈夫です。プッシュして髪の毛にいいですか。やっ、はい、こんな感じで。あ、ミスト、ミストです。いいですか。ちょっとこれで軽くなじませるぐらいで、本当にもう口やるとかでもいいんですけど、はいはいはい、手が汚れないように。あ、すごいサラサラですね。めっちゃいいよ。本当ですか。これを格闘技選手がやってたらもう清潔感もあって素晴らしい。激しい練習の後にね、さっとデート前に、練習でデート前に使ってください。いいっすね。 CM とか作った方がいいね。ブレイキングダウンといいかもね。1分で試合終わらせて1分でめっちゃいい。試合の後のさ、それがドキュメンタリーでさ、いっとりしょ。1人で終わらせて1分でさ、シャワーして、はい、で、はい、きちっとなんか会見してるの。やりたい、やりたい、やりたい。ぜひやりたい。ユーラ選手かね、ぜひ。本当にいいと思う。だからかっこよくさ、撮ったらいいと思う。時短の世界になってきますから、何もかも、長いものはなんか見たくないとかさ、YouTube とか TikTok になったり、もう映画とかも見れる人も少ないんじゃないですか。検索しなくて。特に忙しい人ほどね、こういうの気にしますから。何回こう、こっちで決めちゃった方がいい。でもどうなんだろう。結構選手めっちゃいるから、このぐらいの賞金になったんですよ。これ1ヶ月分。男性1人だったら多分、シャワー 1.5 か2ヶ月ぐらい。1回で。仕事でなくなるんじゃない。だって30人ぐらいで30人したら1回。そうですね。いや、50回か60回分ぐらいなんですよ。2日ぐらい。シャワー何個あったかな。5日5つぐらい。そう、まあ、5つか1個そのぐらいの感じにしても、どっちにしても2日で1本だけなんですよ。1ヶ月だと計算できないですね。その声も結構来てるんですよ。あ、やっぱそうですよね。こ、うん、れだけね、求められるものを1万も入れないってやばい。次の段階に行こう。はい、やります。言ったじゃん、1万足りないよって。いや、誰マジで。1万足りないよって。銀行口座も見る権限ないやつはさ、やめてもらって。おっしゃんはどういう感じだったの。1万足りないですか。いや、正直ポリじゃないんだよ。頭かいてない。書いてない。いや、ギリだよね。そう、これはいいチームだね。こういうめっちゃ言っちゃう人とダメだよっていう、うん、それを判断する。いや、ギリですよ。結構バランスよく、全然揉めるってかもめないから、言いたいことお互いに全員言う。バランスがいい頃が大事だから。こういう YouTuber でもそうね。佐々木くんっていう子はもう、はい、そう1000万人まだ YouTube 始めて1年になってないので、もう一人拓磨ってやつが、格闘技人口は10万人もいないから、こんだけ頑張っても10万人以上いくから、そう、これも確かに違うことなんだなと思ってて、まあ頑張ろう。あ、でも300万人いきましたから、すごい。わかんないですよ、何が起こるか。これもね、とんでもない会社だったら、上場したかもしれない。上場したら、上場役員ですか、僕ら。それまでちょっと切らないと、いやいやいや、でも社員でいいの。いやいやいや、違う、確かにそのこ監査とかも多分役員にいると上場させてもらえないってマジである役員である必要は何もないんだよ。あとムーブメーカーちょっと高い給料払って雇用してます。そうですね、ちょっとじゃあその時まで入って、あの最初1話2話で言ってたのがなっちゃうよね。リアルに株は持ってるんで、社員だけど株は持ってるって。俺でかいね、株主なんですよ。もう株主取り上げた方がいいんじゃない。 10% 以上持ってるでしょ。持ってます。じゃあ別でもいい。一言で僕は怖いんで。
せに、もう頭下げてもらえる。あ、あ、あ、ありがとうございます。どうでした？あ、やりました。はい。あ、あの、すごい香りが香水みたいで、これ一本で全然パサパサしないなと思って、すごい良かったです。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。嬉しい。もしもし。もしもし。でもすごいですよね、なんか。でも普段コンディショナー持ち歩かなきゃいけないから面倒くさかったりですけど、全然これいらないな。でも女性の方も置いてもいいかな。それはめちゃくちゃいい。それをあそこに置いといてさ、このドライヤーの横に。はい、ぜひちょっとお貸し通し。一回楽しみです。あ、はい、ぜひちょっと髪の毛にシュッて吹きかけていただいて、はい、スープしてくれがいいかもしれない、女性の。はい、ちょっとこれでも、あ、すごい。かなりサラサラするの、はい、だいぶサラサラする、はい、ぜひ使ってください。そんな感じで、買えるのかな、今受注とかもびっくりしたら予約販売になってます。あ、はい、あ、じゃあそれはいいんじゃない。予約販売 の、 あのお問い合わせと、あと、まあ、ジムだったりその施設でおいでいただけるって場所ある方は、あのお問い合わせください。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。え、女性目線でもいいっしょ、シャントリーボディの、うん、女性的にめっちゃ押せるポイント教えてよ、うん、でもね、やっぱ時短じゃない？なんかそもそも朝シャン派なんだけど、うち、うん、うち最近マジね20分で上がれるんだよね。シャン、あの、あれまで朝さシャワー入るじゃん、うん、乾かすまでがめっちゃ時間かかるの、うん、大体1時間ぐらいかかるから、うん、でもシャントリーボディ使ったら朝もうシャンプーからバーって一気に洗えて1回でさ流せるじゃん、うん、シャンプーから一気にいけるのはめっちゃ楽だよね。朝マジで9時に起きてもうちここ間に合うもん、10時出社。それはすごい。9時に起きて、それはすごいわ。うち9時半。はい、ということで、はい、今こちらで練習してたノンバルコン久しぶりです。お久しぶりです。今回に来た、いつだったかな、グリボーさんのお互いの時だったかな。 7.5 ですか。 7.5 だったんですね。そうですね。でも僕実はあの5の練習一緒なんですよ。あ、知ってます。あ、本当ですか。そこで多分最初そうですか。あ、そうです。2体パスついてて、第1回です。え、覚えてやったでしょ。そうなんですね。一番最初、一番最初で、三浦さんにベストバージョンをもらいました。あ、そうだな。そうなんだ。まあ、まだ浸透したので今ちょっとあの練習中でシャントリーボディに興味があるということで、はい、こちらを今ちょっとプレゼントしたいと思います。手首、ぜひ。マジですか。え、これ1本で完結できると思います。全身で。ありがとうございます。それはめちゃくちゃいいですね。だって髪もいけて、体もいけて、今でいいですか。あ、もういけます。1分で試合するね。1分で試合するね。1分で試合するね。なるほど。これは見なくていいですね。いや、手軽です。手軽めっちゃ手軽。今日は女の子出さんといけないんですね。あ、ちょっと汗かいてるから時間ねえなーって。あ、マジか。髪で泡立ててしまおう。あ、すごい。香り、香り、こちらの失敗でいきます。あ、これ持ってますわ。いい匂い、うん、これも当てますわ。男性が好きそうな香りです。この辺に塗りまくったらしい。ユキヤンの方が関係ないです。あ、じゃあダメだ。笑ってます。どんな会話。笑って、こんなのってこういう会話が多いんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。ぜひ、はい、こちらで使ってみてください。シャントリー嬉しいです。はい、めちゃ嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。リアルに今ここにある本数分しか、僕らが持ってるものなくて、売れるものもないので、オッケー、ぜひ使ってください。ありがとうございます。購買ゆるいわ。購買ゆるい。購買ゆるい。はい、専用しかジャパントップチーム、まあ、いわゆるトライフォースアカセンターの一番今まだ馴染みやったから、うん、ミクルさんに、あの動画が通るよねっていう絶唱力を使って気づきました。結構待って、やっぱ優しすぎるわ。びっくりしたね。すっごい時間取っていただけたし、うん、これでまた、またなんとないのに売れるっていう。やっぱ瀬谷君とミクルさんリベル対決もこれかなう。え、今日あれやんなくてよかったの。え、なんだっけ。え、ミクルさんとさ、やりたかったけど、やりたかったけどさ、もうプロでこの空気感でさ、スポリングお願いします。やりたいって言ってたの。オファーしてて、一回その本当プロの僕がいつも見てるレベルをガチで体感してみたいよね。あの風圧で不要かで、ヌリとビクルさんのスパーリング見たときに
僕本当に怖くて、でなんかさ、やっぱさ、外から言うのは誰でもできるじゃん、一回ちょっとあの本当トップ、プロのレベルを体験できたらなっていう夢があったんですよ。じゃあ、あの、なくなるで大丈夫。え、やってよ。いや、いいとこやりましたでしょ。いや、ちょっとご指導いただくみたいな時間をね、やんないじゃん、カップルさんで。いや、やるって実践体験でしょ。いや、それでやって、はい、じゃあ、皆さんも練習始まるんでね。はい、面白かった。頑張ります。チャンネル登録、あと、ビジネスを置いてくれる方とか、もし YouTube 一緒に来てくれる方とかがいたら、概要欄にご連絡いただければ、オウムと、それは先貼っとくので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、バイバイ。バイバイ。企業リアリティショーから生まれた新番組、ニュータイトル。男女7人が4泊5日の共同生活の中で過酷なミッションをクリアするブラック企業のリアリティショー。全てを投げてでも勝ちたいっていう覚悟を伝えたくて。台本は一切ない、リアルな5日間に密着。終わった。その時々で正しい判断ができなかったと思うし、最後に勝ち残る一人は誰になるのか。ニュータイトル、1月5日金曜日夜7時、 YouTube で放送開始。